チャオ、あっちゃんです。今日1月の19日木曜日、はい、あっちゃんの朝ごはんです。今日はね、えのきのピザトースト、えのき柿の木だけのピザトーストじゃないけど、これね、普通にピザソース塗ってチーズ乗せて、柿の木だけ、えのきでも何でもないけど、バラバラってばらまいて、で塩じゃない、胡椒、ブラックペッパーだけバラバラってやって、オーブンでチンしただけ、初めて作るんだけどね、何もかからへんけど作ってみます。はい、今日はちょっとね遅いの、今9時52分です。はい、あっちゃんの朝ごはん9時52分です。いただきます。あのね、ここ最近夜中にアップロードしに行くから何にもないんだよ。子供ちゃん起こして準備して送り出して、で二度寝して、二度寝ってぐっすり寝へんけど、テレビ見ながら横になってダラダラとしてたら、子供ちゃん8時に送り出すから、8時ちゃうわ、朝ドラ見てからやから8時15分ぐらい送り出すから、1時間ちょっと朝1時を最後まで見ながらダラダラしてた。やっと動けるようになった。ネット回線ないと労働時間が長いわ。中までね、よか。やっぱりね、できるだけ動画短くしようと思って、やっぱり2時間とかアップロードかかるから。ちょっとね、きな粉の味薄いな。食感すごいいいね、えのきね。なめたけにして乗せた方が美味しいのは美味しいけど、シャキシャキ感なくなるし、キノコも菌やからね、あんまり大量に生って食べたらあかんねんけど、今日はこれ焼いてるけどね、新鮮なキノコ少量やったら、生でも食べられるから、えのき生でサラダにトッピングしても美味しいね。ただやっぱり、体質とかで、お腹が壊しちゃう人もいてんねんけどね、やっぱり。昔にみきちゃんがね、それどっかで聞いたって、で一回作ろうかって、お腹壊したらごめんねって作ってくれてんけど、うちの家族は大丈夫でした。うちの家族ってあっちゃんとみきちゃんだけどね、子供が生まれる前やったから。あ、先生、昨日晩ご飯動画、魚煮つけんとこで玉ねぎ洗うか洗わないかのコメントいっぱいくれてありがとうございました。あっちゃんはね、洗わない派やねんけど、なんでかって言ったらね、野菜とか、お魚もそうやし、何でもね、できるだけ洗わない方がええって聞いたの。中の栄養分が流れ出るからって。だから、じゃがいもとか土こってりついてるのは、土なんていうのかな、と気持ち悪いから洗わなんとあかんねんけど、玉ねぎって皮かぶってるしいいかなと思って。
ネットでね、調べたら、調べた時のコンビニのところでね、洗わない派、洗う派、ほぼ半々ぐらいだし、ね、洗う派がちょっと多かったかな。うん。でもね、結構、うん、そこは激論激しかったよ。うん。こういうの面白いね。うん。またなんか気づいたら、コメント欄で討論しましょう。うん、キノコもね、キノコも洗わない、あっちゃんも洗わない、うん、キノコ洗うっていう人も言ってたもんね、うん、キノコはね、風味とかも落ちちゃうし菌やから、あっちゃんも洗わない派なん、うん、で、なんだ、椎茸とかこう傘の裏に土ついてたりすんだよね。だからそういうのとかって頭のつるんとした方がポン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 ってこうヘッチンするの、ヘッチンって言われる、これヘッチンってあのあちゃんは言うんだけど、うん、こうヘッチンパンをパンってしばいて土落としてとか、あと傘の上かとかとかにちょっと汚れ、あの気持ち悪い時は、ちょっと濡らしたキッチンペーパーとか布巾でさっと拭くとかする人いてるみたいだけどね、うん、時々食べてジャリってなるから砂あんねやと思う時あるから、結構最近ないけどお米に砂とか、うん、ジャリってなるときとか、貝の味噌汁でジャリってなるとき、あれすごい食べてて嫌やねんけどね、うん、サラダ食べててジャリってなるとき、うん、やっぱ嫌やな気分はするからね、時々砂は取りたいけど、野菜のアク取る取らへんとか、魚のアク取らへん、魚とかお肉のアク取る取らへんとか、うん、みんないろいろあるけど、どれが正解かってないと思うね、うん、人それぞれ自分のやり方でやりゃいいと思う、ね、うん、それを強要するのってナンセンスやと思うし、うん、だからいろんな技があるんやと思うね、うん、それとね、お魚に、あの、お魚の煮付けに玉ねぎ入れるの、あれね、関西流でもなんでもね、うちのお母ちゃん流やねん、あーちゃんのお母ちゃんね、うん、あーちゃんママね、あーちゃんママ言うほど上品な人ちゃうわおかん、うん、あの関西のおばあんやな、うん、僕の母ちゃんね、は魚の煮付け、特にね、カラスガレーと、なんだ、カツオの鉛節、あとなんやろ、は玉ねぎの薄切り入れることが多いね、うん、ネギ入れても美味しいんだけどね、ネギよりね玉ねぎ の、 入ってる品の方が高かった、なんでかしら、安かったからちゃうかな多分ね、でもね、玉ねぎは甘みが出て、醤油の、濃い醤油が煮詰まっていった濃いやつが味に染みるからね、お魚結構淡白、味は染みてるけどほんのり淡白やから、のトッピングしてちょっと一緒に食べたりしたら味がちょっと濃くなって美味しいね、うん、ぜひあのやってみてください、うん、玉ねぎね、多分あのせえへんっていう人多いかもわからん、あれは、うん、あっちゃんのお母ちゃん流やから、うん、ぜひ真似してみてください、うん、ダメやったらやめてねうんうん、まあちょっとね、玉ねぎ、ね、臭み取りにしょうがね、もちろん、うん、まあ、生姜の嫌いな子供ちゃん言ってるけどね、うちの胡椒は好きやから大丈夫だけど、うん、だからあれのありじゃないのかなと思います、うん、うん、でこのねピザトーストね、食感が美味しかった、味はね、あんま、でもキノコのほんのりキノコの風味が効いて美味しかったよ、うん、これもうちょっとね、うん、改良の余地ありって感じやけど美味しい、うん、醤油入れたら美味しいかな、キノコがやっぱりね味薄いから、うん、
ピザソースに負けちゃうね、うん、あ、今日はね、コーヒーです。買ってきた、UCC のザ・ブレンド117、114と117やったっけ、なんかそんなんあるでしょ、2種類で、117の方が、深いコクやねんね。で、114かな、もう一つの方は ちょっとあっさりさっぱり系やから、なっちゃんコクのあるちょっと苦味の方が好きやから誓いました。美味しいよ、うん、ほんまにね、ブラックで飲んでも美味しいし、砂糖入れずにミルクで、お水と、ミルクと半々ぐらいにして、でバーって粉入れてレンチにするんだけどね、最近。美味しいよ。まあ、テレビでね、あれやってんのよ、用意どんって、人間国宝さんのやつね、大阪桃田にぶらり歩きしてんだけど、ピザの専門店マルゲリータ600円で作ってるの、美味しそう。ピザ大好きやからね、まあまあそんな話どうでもいいんだけど、朝からね、やっぱこうやって楽しくテレビを見ながら、で朝ごはんゆっくり食べるのもいいです。はい、あ、まだ眠たいな、今10時。まあね、最近ね、昼夜逆転してるから、夜中ね3時4時、下手したら5時ぐらいまでアップロードの旅に出るからね、ほとんど寝る時間がね2時間3時間、うん、5時とかに帰ってきたらもうね2時間ぐらいしか寝られ、7時に起きるから、大体平均して4時ぐらいに帰ってくるから、3時間ぐらいしか寝られへんでね。だからこんだけ夜起きてたらいずれ倒れるやろなと思うし、もう昼間寝たろかなと思って、昨日ね、だからね、お買い物行った後ね寝たん、お買い物帰ってきたんが4時ごろやったんかな、で、あ、そうそう、4時頃やって、ちょっと子供ちゃんと喋ってて、で昨日、そうやね、水曜日やから寮行くか言ったら、なんか昨日も残りで先生とちょっと勉強してくるから、今日の散髪キャンセルするって言うから、じゃあ病院土日に行こうかいう話とって、でだからもうね、灯油も切れたし、お買い物行ってんけどね、4時頃帰ってきたら寮いてんのよ。あれ何してんのって言ったら、今日なんか先生都合悪くなったから今日は残らへんかって、なんやそうやったら今日行ってなかったないう話とって、でまあいいやと思って、で、まあ、お買い物が帰っていってね、でちょっと眠いしって5時になったら、起きてお米研いで言ってするわ言うとったけど、ね、寝坊して研げへんだからさっき研いで、ね、ピピピってジャジャジャって研ぐって、もう無洗米やから、ジャーって洗って、ね、スイッチポンしたんね、でスイッチポンしたはずが時間ポンして炊飯のボタン押してなかった。まあ、そんなの炊けてなかったのも後の話じゃないけど、でその後ね、こっち帰ってきて、こっちお部屋戻ってきて、ちょっと寝るわ言って、ね、子供ちゃんに、で30分ほどしたらタイマーしてあるから、なって起きんかったら起こしてねって言って、横になったら子供ちゃんも寝とった。で全員爆睡して、ね、で子供ちゃんその後起きたらしいんだよね、子供ちゃんは6時前ぐらいに起きたらしいんだけど、あっちゃんがすごい寝てたからかわいそうやからそのまま寝かしといたいって、で7時前か、いつも7時ぐらいから晩ご飯やから、6時50分にご飯炊けるから、それに合わせておかず作るんだけどもね、でそれの時間ぐらいになって子供ちゃんがそろそろ起きなあかんのと起こそうかな、また起きたらしいね、ちょっと起きて目合いだから、あ、ちょうど間に合うしご飯作るのかなと思ったら、ご飯作ってくるねー言うて、あちゃんが言って見たら、おかまちゃんのランプがおかしいねんね、あれと思って言ってあげたら、お米に水に浸ったお米がおかまちゃんの中にいてんの。いやー、ボタン押すの忘れたー思って、で子供ちゃんにね、麺ご飯炊けてないわって、今日豚焼いてって言ったけど、言ったら、何でもいいよって言う、焼きうどんでいい言うて、焼きうどん最近食べてないから焼きうどんにしよう言って、で、焼きうどんしたんだ。久々に焼きうどんしたよね、まあまあ美味しかったけど、でも量もね中途半端にね、だから晩ご飯でも眠かったらしいって、あっちゃんはねまあまあすっきり起きたけどもね、で夜ね、昨日も4時ぐらいまでアップロードしてて、
だから今日も3時間ぐらいしか寝てないからね。朝でもなんか変な感じ、うん、なんかすごいなんか体が だるいっていうか、だらけてるっていうか、ダメやね、時間ずれるとね、時差ボケみたいな。まあそのどうでもいいや。はい、ということで今日も一緒に食べてくれてありがとうね、一緒にお話付き合ってくれてありがとうってって感じで、今日も一日楽しく楽しくいきましょうということで、あやちゃんこれから今10時やからもうちょっとね目覚まして、まあ、変わるとこかな、変わると目覚めるよね。いつもねご飯食べる前に変わらわへんからね。で、ね、うん、いつもね顔もやねんけどもね、いつも顔洗って歯磨き一緒にするんだけど、歯磨きしてからご飯食べたらご飯の味がね、歯磨きのメントールの味で消えちゃうでしょ。だからいつもね、寝ぼけた顔してんのも、寝ぼけた顔してるというか、寝ぼけながら朝ご飯食べるね。でも朝起きた時ほら口の中粘ってたりして気持ち悪いから、うん、ぐちゅぐちゅぺぐらいにしちゃうんだけどもね、もう歯磨きしちゃうとあれな、味変わるからね。あ、これ先生聞こう、戻って、歯磨きは朝ごはん前派ですか後派ですか。あっちゃんはそういう理由、メントールで食べたものの味が、飛んじゃうからご飯の後歯磨き派やねんね。で、あと洗顔は、ご飯の後派ですか前派ですか。そうそう、これ聞こう戻って、この前、なんかいつもとか動画撮りながらからいつも寝ぶたい顔してるから、自分の朝起きて寝ぶたい顔しながら動画撮ってるよなと思うとってね、でも歯磨くんと顔洗うのは設定、あっちゃんが歯磨くんと顔洗うのは別にするっていうのがないから、いつも設定から、で顔洗ったらどうしてもローションシャンなんとかってなるでしょう。だから顔洗うとその後一応ローションとあれだけ、乳液だけしてんねんけど、だからそれするのは食べた後の1時間方がいいか思って、こんなしてる動画撮ってるから早くした方がいいか思って悩んでたとこもあってね、みんなは普通に生活するときどうしてますか。教えてくださいということで、今日のあっちゃんの朝ごはん、えのき柿の木だけのピザトーストでした。まあまあ美味しかったけど、もうちょっと改良の余地ありです、味が薄いです。ではまたね、バイバイ。今週も今日一日で終わりです。お仕事、学校、楽しく楽しく行って頑張ってください。ではまたね、バイバイ。